お城に真っ黒いお城。なんだか嬉しいな、あなたと並んでこういうところにいられるのが。私を特例でアクスにしてくれたシャオ君のおかげだね。お？いやはや大変だったね、二人とも。シャオ君、こうなるの分かってて私たちを行かせたでしょ。自治でデータを集めた方が翻訳は早く進むんだよ。ちょっとずつ翻訳はしてたんだけど、今回の二人のおかげで翻訳に十分なデータが集まった。幸い言語は成立してるみたいだし、次からは聞いたり喋ったりした言葉を自動翻訳するようにしておくよ。私たちが崇められてるようだった理由とかはわからないのかな。そっちは不明だね。惑星ハルコタンの文化が関係していると思うから調査してみないとね。調査ってことはまた囲まれて崇められるんだよね。今度は何言ってるのか分かる状態で。嫌われるよりいいんじゃない。ま、それもアークスの仕事なんだよ。特例許可のアークスさん。それより聞いてください、巫女様。あのクラチな黒の民どもが。いや、ごめんなさい。よせ、困っているだろう。ことしろ。巫女様への進言は巫女の守り人である私を通す。それが決まりのはずだ。巫女様、それでは失礼します。ありがとうございます。
でも私たちはその巫女様っていうのではなくて。分かっている。それより聞きたいことがある。あなた方と同じぐらいの体育をした偉そうな女性を見たことはないか。偉そうな女性？私は見たことないけど、あなたは？そうか、そちらに紛れているのかと思ったが、当てが外れたか。私も未熟だな。もし見かけることがあったら、この琴城が探していたと伝えてほしい。他の人とはなんだか雰囲気が違ってたね。あの人となら、お話できそうなんだけど。